バイレンの戦いは1808年7月、フランシスコ・カスターニョスとテオドール・フォンレディング率いる、スペインのアンダルシア方面軍とフランス第一、帝政のピエール・デュポン軍の間で行われた戦闘。最も激しい戦闘は、スペイン南部のハエン県、グアダル・キビール川沿いのバイレンの近くで起こった。1808年6月、フランスによるスペインの軍事占領、 そして5月2日の反乱を経て、ナポレオンは、フランス軍から別動隊を編成して、反乱の中心地の鎮圧に当たらせた。そのうち、デュポン将軍率いる一隊は、シエラモレナ三役を超えて、アンダルシアを横断して、フランス艦隊がスペインに投降した、カディスまで南下した。皇帝は2万の軍もあれば、抵抗を簡単に潰せると高をくくっていた。このは、れ。 デュポンは7月にコルドバを攻撃した後、県北まで撤退して増援を待った。一方、サンリでスペイン軍を指揮しているカスターニョス将軍とマラガの総督フォン、レディング将軍はセビリアまで出向いてフンタと闘技してカディス県の軍を反フランスに転向させた。デュポンがアンダルシアを離れなかったことは致命的なミスとなった。7月16日から19日までの間、 スペイン軍はグアダルキビール川沿いの村に分散したフランス軍に集中攻撃して混乱したフランス軍はあちこちに逃げ回る羽目になった。カスターニョスがデューポンを下流のアンドハルで釘付けにしている間、レディングはメンギバルで共闘法を築いてバイレンを掌握中央位置の戦術を採用してフランス軍領域の中央に移動した。カスターニョストレディングに挟まれた。 デュポン軍は3回も突撃して突破しようとしたが、2500人を失って失敗した。反撃を跳ね返されたデュポンは停戦を要求し、アンドハルの和薬への署名を余儀なくされた。和薬により1万8000人が投降し、半島戦争最大の降伏となった。デュポンがスペイン軍に包囲されておらず逃走できそうな部下のビーデル師団にも降伏を強要したことは、 論争を呼んだこの災難的な知らせがマドリードのフランス指導部に届くと彼らは即座にエブロ側へと撤退しスペインの大半を反乱軍に放棄したヨーロッパ全体はこの無敵とも思われた帝国軍の降伏に歓喜したスペインの武勇伝はオーストリア帝国を勇気づけ第5次大仏大同盟の成立につなげた この動きを危惧したナポレオンは自らスペイン戦線の指揮を取った。大きく加勢されたフランス軍に動揺したスペイン反乱軍とイギリス同盟軍は手厳しい打撃を喰らい、1808年11月にマドリードはフランス軍に再占領された。しかし、この結果はフランス軍を長く苦しい消耗戦に持ち込んだ。スペインのゲリラにより大きな損害を出したフランス軍は、 結局スペインから追い出され、1814年には南フランスがスペイン、イギリス、ポルトガルの連合軍の侵攻にさらされた。1807年から1808年までの間、何千ものフランス部隊はナポレオンが先導したスペインによるポルトガル侵攻を支持するためにスペインへ進軍した。ナポレオンはこの機会を捉えてスペイン王家への陰謀を巡らした。 フランスの支持を得たスペイン貴族はクーデターを起こしてカルロス4世を退位させ、その結果カルロス4世の子フェルナンドが即位したが、4月にはフェルナンド7世も退位させられ、代わりにジョセフ・ボナパルトが即位した。しかし、これらの政治決定はスペイン大衆の誰からも支持されなかった。スペイン大衆は敗位されたフェルナンドへの忠誠を宣言し、 外国人統治に対し反乱を起こした。マドリード市民は5月2日の反乱で150人のフランス兵士を殺害したが、ジョアシャン・ミューラのこの野兵とマムルーク機兵に鎮圧された。また、ゲリラが山から降りて、主な道路の通行を脅かしたため、ジョセフの王国への侵入が遅れた。あなたは間違いを犯しています。あなたの栄光だけではスペインを征服できません。 私は失敗し、あなたの権力の限度がさらされるでしょう。ジョセフ・ボナパルト、ナポレオンに対し5月26日、ジョセフ・ボナパルトは、マドリードに、不在のままスペインと両インドの王を宣言され、彼の施設は、スペインのアフランセサードに歓迎された。一方、マドリード住民は憤慨して、スペイン軍は、反乱軍の支配下にある村へと撤退し、死の治安維持に当たるのは、 ミュラの2万人の重剣部隊だけだった。首都の外では、フランスの戦略的状況が急速に悪化していた。8万人いたフランス軍は、北のパンプローナとサンセバスティアンからマドリードと南のトレドまでと、スペイン中部の一部しか掌握できなかった。フランス軍が、リュウマチによる戦痛に苦しめられている中、指揮官のミュラ自身もかかり、指揮をやめて、フランスへ治療に戻った。 コアは、もし5月2日の虐殺者と呼ばれた、この男が神様に召されたら、スペインの聖職者たちはさぞ喜んだであろうと、回想した。どんな指揮官よりも、警察長官として有名とされる、サバリ将軍が代わりに指揮を取った。スペインの大半に反乱が起きている中、ナポレオンは、難しい状況にある自軍を救うためにまずバイオンヌで、スペイン戦線の基地を設立した。 スペイン人を軽視していたナポレオンは力を固じすれば、スペイン人はひるみ、フランスのスペイン支配も安定すると考えた。この考えをもとに、ナポレオンは、たくさんの別動隊を組織して、主な反乱軍の根拠地を占拠する策を取った。ベシェール将軍は、マドリードから2万5000人で、カスティーリア・ラビエハに侵入、また、軍の一部を割いて、東のアラゴンへ派遣。 サンタンデールとサラゴサを攻撃させた。モンセイ将軍は29,350人を率いて、バレンシアへ、デュエマ将軍は12,710人で、カタルーニャを攻撃して、ジローナを包囲した。そして、有名な陸戦指揮官、デュポン将軍は、軍13,000を連れて、セビリアとカディスへ進撃した。カディスでは、フランソア・ロシリー・提督の艦隊が、 降伏したばかりだった。デュボン軍は、主に第2戦の兵士で構成された。この第2戦の軍は、もともとプロイセンの駐留や憲兵隊を務める予定であり、ナポレオンが、スペイン戦線を、ただの散歩と停止した証拠である。デュボン軍は6月上旬に、コルドバに到着、アンダルシアにおける初めての正規な戦闘である、アルコレア橋の戦いで、 ドンペドロでエチャバリ率いるスペイン軍をなぎ倒して、同日午後コルドバに入場、4日間略奪した。しかし、アンダルシアの民衆反乱が激しくなると、デューボンはマドリードからの援軍に期待して、シエラモレナ山脈へ撤退した。フランス軍は猛暑が続く中で撤退し、荷車500台もある略奪ヒント1200人もいる、病人が大きな負担となった。 この時従軍していた一人のフランス軍医は後に、我が小さな軍は十五万人分の荷物を持っていた。ただの隊員一人すら、ロバ四頭が引く荷車が必要だった。一個大隊につき五十台の荷車があることは、これロバの敗因となった。私たちの動きはすべて妨害されていた。我が軍の敗北は将軍たちの鈍欲に原因を求めるべきである。と回想した。 コベール将軍の師団は7月2日に、マドリードを出発して、デュポンの遠征を支援したが、ゲリラ対策に軍を裂かれ、デュポンの元に到着したのは一個旅団だけだった。ナポレオンとフランスの指導部は、バイオンヌとの連絡が立たれることを恐れ、またすでに反乱軍の手に落ちたビスケーワニへのイギリス九州を危惧したため、はじめはスペイン北部での行動を優先した。6月中旬。 ラサール将軍がカベソンの戦いで勝利したことでことが簡単に進んだ。バリアドリッドのスペイン民兵が鎮圧されカスティーリャ・ラビエハの大半を制圧したことでサバリは南部での行動に着目しデューポンとの連絡の再建を決定できた。ナポレオンは北部の脅威の他にはアンダルシアの制圧も重要視していた。アンダルシアの郊外に住みより伝統的な住民たちが ジョセフの統治に反発するのが見えていたからだった。6月19日、ビーデル将軍率いる第二不評師団がトレドから南へ、シエラモレナ山脈を越えて派遣され、山脈をゲリラから守り、カスティーリャラマンチャを制圧しつつデューポンとの連絡に成功した。ビーデルは兵士6000、軍馬700、大砲12門、そして途中で増加された。 ルワーズ将軍とリジェイコールベレー将軍の援軍で出発した。平原を興軍するビーデル軍は妨害されず、脱落者が現地人に殺害されるに止まった。6月26日に山脈に到着すると、バルデカーニョス中佐率いるスペインの正規軍、密、貿易者、ゲリラの混成軍が大砲六門で王の門を守備していた。ビーデルは17人を失いながら、 守備軍を撃破、ラカロリナへ進んだ。次の日、この王の門を南から攻撃しようとするデュポン軍に会い、これでデュポン軍とマドリードの連絡が1ヶ月の中断を経て再建された。シエラモレナ山脈ビーデルはマドリードとバイオンヌからの新しい指令を持ってきた。デュポン軍にカディスへの進軍を止め、北東の山脈へ撤退すること、 サラゴサとバレンシアが投降した後に派遣される予定の援軍を待つ間にスペイン軍のアンダルシアにおける動きを偵察することという二つの命令だった。前者は実質デュポン軍の行動の追認だったが、後者はサラゴサとバレンシアを落とせなかったため援軍はいつまでも来なかった。モン門ン元帥との連絡が一時つかなかった後、彼がバレンシアで負けたことが明らかになった。 セルベリョンハク率いる1万7000のスペイン軍は、モンセイ軍に1000人の損害を与えて撃退したので、あった。これで、モンセイ軍が、西のバレンシアからグラナダへ移動してデューポンと共に、翼包囲を行う作戦は、水の泡となった。アラゴンもサラゴサが死ぬまで戦うと称して、フランスの度重なる攻撃をすべて撃退した。一方のサバリは、ジョセフのマドリード入場を準備して、 散らばったフランス軍をマドリードの治安維持に呼び戻した。デュポン軍はベシエールの北における作戦が失敗してスペイン軍が辺りに現れるとすぐはせてマドリードを救援する予定だった。しかしデュポンのアンダルシア沿線は取り消されなかった。サバリが日付を明示せずに援軍の派遣を引き続き確約するという不明瞭な指示を出した一方、ナポレオンは アンドハルの放棄すラシアに入れていた。明確な指示がないまま、デュポンは、シエラモレーナ山脈のアイロへの撤退より、グアダルキビール下半の保持を優先し、バイデンとハエンに攻撃を仕掛けた。ナポレオンも特に反対する様子はなく、たとえ板たデを追っても、山脈を越えて帰ってくればよいと軽く書いた。フランス軍が南部へ進撃していることを知ると、 カスターニョス将軍は、デューポンの目的を予測して、カディスの要塞にこもる予定だったが、デューポンが軍を引かせたことで、その必要もなくなった。ウトレーラで、参謀本部を設けたカスターニョスは、アンダルシア軍を4個師団に分かれ、フォンレデリング将軍、クピニー公爵、フェリックス・ヨーンス、マヌエル・ラッペーニャの4人をそれぞれ指揮官に任命した。また、1000人程度の民兵や兵の指揮を、 フアンデラ、クルーズ・モルヘオンに任せた。若き日のホセデ・サン・マルティンはこの時、クピニー公爵の師団で働いていた。デュポンのバルブー将軍とイニアス将軍率いる2個師団がアンドハルに泊まって、マドリードとセビリア間の連絡路及びその付近の平原を平定しようとしている間、カスターニョスの4個師団は南から着実と進軍し、ゲリラも、 三脈トラマンチャへの道を塞ごうとした。ビーデルの師団は、バイレンの東に配置され、山道を守備していたことから、ビーデルは7月1日に、カッサーニュ将軍の旅団をハエントラカロリナのゲリラの鎮圧に派遣することを余儀なくされ、フランスの補給線はさらに東へと伸びた。一方、1500人を率いていた、ジェイコールベレー将軍は、 グアダルキビール川南岸にあるメンギバルの正体へ移動した。アンドゥハルでは下半の塔が要塞化されたが、グアダルキビール川は、とかできる場所が多すぎる上、あたりの山から砲撃されやすいので、デューポンの守備はあまり意味をなさなかった。カッサーニュは、ゲリラを追い散らすと7月5日に、バイレンへと戻ってきた。彼の師団は死傷者200人を出したが、その見返りは何もなかった。 スペインはその行き道を旋回って、道中の町をすべて略奪したのであった。ここに来て、約束された援軍がようやく現れた。コベール将軍トルフランは7月15日に王の門を通り、シエラモレナ山脈に軍を一部残して、残りの不評と強行騎兵でアンダルシアへ進軍した。デュポン軍はこの援軍で2万人を超えた。しかし補給は足らず、 近くの平民もすでに逃亡しており、デュポン軍は自ら収穫し、穀物を引き、食料を調理しなければならず、グアダルキビール川の汚染された水を飲んだ結果600人が病に倒れた。フランス軍の証言によると、状況はひどかった。毎晩、武装した平民が私たちの近くを歩き回り、荷物を盗み、私たちは毎晩暗殺されることを覚悟していたという。 7月9日、ラペーニア将軍の師団は、エルカルピオからボルクナにかけて展開され、アンダルシア軍もフランス軍に対峙辞し始めた。カスターニオスは、ラペーニアとヨーンスの軍をグアダルキビール川沿岸で、東西にかけて展開し、アンドゥハルでデュポンに接近した。クピニー師団も、ビリアヌエヴァへ進み、レディングはメンギバルへ強行軍して、北のバイエレンへ転身する計画を取り、デュポンを、 背後から攻撃して300への退路を断つ作戦に出た。まず東へ進んで、ハエンに着いたレディングは7月2日から3日までの間フランス右翼を猛攻、第3スイス連隊にカッサーニュー旅団への攻撃を命じた。スペイン軍は大きな損害を出して撃退されたが、孤立したフランスの旅団は危険を感じ、グアガルキビールからバイレンへ撤退、メンギバルの 船乗り場の守備に数個中隊を残すのみだった。レディングは7月13日にメンギバルを侵攻、苦しい戦闘の後リジェイ・コールベレーを追い出した。しかし、ビーデル師団が現れると、スペイン軍はすぐさま撤退し、メンギバルはフランス軍に再占領された。次の日、クッピニーはビリアヌエヴァで試しに、フランスの紹介部隊を攻撃した。カスターニオスは15日にアルホニーリアの丘につき、 放題を築くと、アンドハルのデュポン軍に向けて砲撃し始めた。同じ頃、モルヘオン率いる千六百人から四千人までの非正規軍は、マルモレホ近くのアサセデとか、デュポン軍を背後から攻撃したが、フランスの大隊にと跳ね返され、山中へと試算した。敵軍の数に危険を感じたデュポンは、ビーデルに一個大隊か一個旅団程度の援軍を要請したが、ビーデルは、 メンギバルが、それほど危険ではないと判断、夜中に、自軍全軍で出発した。ビーデル師団が到着したことで、アンドハルは安泰となったが、フランス軍右翼は逆に危機に陥り、リジェイ・ゴールベレーは、レディングとの戦いで大勢に無勢に苦しむことになる。7月16日、デュポンとビーデルは、アンドハルをめぐる厳しい争いを予想したが、 カスターニョストクピニーは騒がしく陽動しているだけで積極的な攻勢に出なかった。一方のレディングは行動した。彼は自軍の砲兵にメンギバルのフェリーを陽動攻撃させつつ、スイス人連隊を上流のリンコンの浅瀬で溶かさせ、続いてメンギバルを包囲してリジェイコールベレー旅団を撃破した。ゴベール将軍はその隙を埋めるべくバイレンから馳せて、 北たが、頭を銃撃され死亡した。指揮を引き継いだ、デュフォア将軍は、スペイン軍に反撃したが撃退された。デュフォアは、強行機兵に何度か突撃させて、レディングの目をそらすと、自らはバイレンへ撤退した。デュポンは、メンギバルの敗戦を見て、再び躊躇した。アルホニーヤの突破が成功すればデュポンは、クピニーとレディングの背後に回り込むこともできたかも、 知れないが、彼は、ビーデル軍がいる。この状況でも攻撃を選ばず、ビーデル軍に、バイレンへ戻って、フランス軍右翼を補強するよう命じ、自らは、アンドハルに引きこもった。ここでメンギバルの戦闘に変化が生じた。ようやく川の北岸を占領して、フランス軍を撃退したレディングがおそらく自軍の孤立を、恐れて、突如南岸へ撤退したのである。同じ頃、 バルデカーニョス中佐のゲリラ軍は、デュフォア軍の前に現れ、その将兵を撃破して、王の道を脅かした。デュフォアにもそれが分かっていたので、彼は、グアロマンとラ・カロリーナに進軍、スペイン軍と対峙した。このため、ビーデルが夜中の行軍の末、戦略的な用地でアルバイレンに到着した時、そこには、敵も味方もいないという奇妙な状況に直面した。 グアガルキビール側への偵察部隊が敵に遭遇しないまま戻ってくるとビーデルはレディングが別の場所に移動したと結論付けた。ここでデュフォアがグアロマンからビーデルに1万人のおそらくはレディング師団であろうスペイン軍が山の肩から降軍して我が軍の背後を突こうとしていると報告しビーデルは貨幣のデュフォア軍に1万人のスペイン軍が襲ったらデュフォア軍は ひとたまりもないと考え、行軍の連続で疲れている手段をまとめ上げて7月17日に、再び出発、翌日には3カロリーナまで急いで行軍した。デュフォアの失策はすぐにバレた。デュフォア軍を襲っている、非正規軍は、デュフォアの報告のような脅威とはほど遠く、しかも、スペイン人が3度もフランス軍を避けて、未だにメンギバル近くのどこかに隠れていた。さらに、 デュポン軍とビーデル軍の間に巨大な隙が生じ、レディング軍が中央位置の戦術を採用してフランス軍領域の中央に移動することを阻む術はなくなった。ビーデルの間違った動きについての情報は7月18日の正午にデュポンまで届き、デュポンは自身もビーデルもバイレンまで戻ってフランス軍が散らばることを防ごうとした。彼は私には アンドハルの占領なんてどうでもいい。あそこは戦略的に無意味だ。と主張したという。撤退の準備に時間がかかることと川の対岸にいるカスターニョス軍の警戒を兼ねて、デュポンは夜に紛れて撤退しようとした。一方、クピニー軍をビリアヌエバから引き上げらせたレディングは17日にメンギバルで、とか、無人のバイレンを占領して、チェルトで矢江した。 彼は次の朝西に,に転じてビーデル軍を攻撃する予定だった。レディング軍がデュポン軍の撤退を阻んでいる。ビーデル軍は18日朝5時にラカロリーナから離れ、すでに疲れ切っていたフランス右翼を南西のバイレンへ急いで移動させた。知らぬ間にレディング軍を背後から迫る形となった。これで両軍ともグアダルキビール川北岸へ移動したが、その配置が カスターニョス、デューポン、レデ,ディング、ビーデルという、微密なものになってしまった。バイレンからわずかにリーグのグアロマンでは、ビーデルが不評たちを数時間休ませた。フォア将軍は後に、3日間休まず絶え間なく、行進していた後では、彼が拒絶できるはずもなかったと回想した。一方偵察隊は、西のリナーレスへ急ぎ、彼の背後を守った。デュポンが向かってきていることも、 ビーデルが背後にいることも気づかなかったレディングはまだ東に残っているかもしれないフランス軍を警戒してス個大隊をバイレン占領に駐留させ7月18日に残りの2個師団を率いて西へ新軍アンドハルを背後から包囲してカスターニョスと共にデュポン軍を潰そうとしたデュポンはスペイン軍が気づかぬ間にアンドハルから脱出そして7月19日の黎明 シャベール巡章を率いるフランス軍の前衛部隊は、バイレンのすぐ近くで、レディングの前衛に遭遇した。油断したところを突かれたものの、レディングは、速度と技術を持って、応隊、戦列を崩して、谷間にあるオリーブの果樹園で、従兵20人による防御船を組んだ。この時、彼は、デュポン本軍からわずか2マイルしか離れていなかった。シャベールは、 スペイン軍の人数を過小評価して3000人だけで、レディングの2個師団に突撃したが、レディング軍の盾者と遮兵で大損害を出して、撃退された。2リーグ離れたデューポンは、前衛の突撃を中止させて、後ろのカスターニョスを警戒して、バルブー城軍を後ろに配置、残りの全軍を前進させて、レディングの戦列を崩そうとした。ラペーニャ師団がすでにアンドゥハルを通過して迫ってくる中、 デュポンはカスターニョスの戦列がすぐにでも後ろから攻撃を仕掛けてくることを覚悟して自軍を少しずつ派遣して予備部隊を温存した。歴史家たちはデュポン軍が疲れ切って長く伸びていてそれを少しずつ先頭に出すのは愚かの極みであるとした。シャベール巡将とデュプレ巡将が不評旅団と強行騎兵でスペイン軍最悪のワロン人。 この衛兵を攻撃したが効果が出ず、ドゥプレは自軍の前方で致命傷を負った。デュボン軍の散らばった銃兵は集まって攻撃を支援したが、スペイン砲兵が砲撃を始めると散った。右翼ではレディングの民兵隊と第三スイス連隊が猛攻に遭い、スペイン軍の戦列を曲がらせた。フランスの強攻機兵が敵の不評連隊を踏みつぶし、砲兵たちにも攻撃したが、 砲撃を続けるスペイン軍にかなわず、旅客した大砲を捨てて後退した。フランス軍が十時に到着するとデュポンは二回目の攻撃を命令、パンティエ将軍が前衛の旅団を率いた。さらにドジエ率いる皇帝子の絵隊の海兵隊も増援に来た。この子の絵隊は当時最良の兵隊とされ、フォア将軍は彼らはわずか300人だが、 何にも怖がることのない300人だ。と記した。腰を負傷したデュポンは、バイレン脱出の最後の試みとして、ボロボロの自軍を、この絵体の大隊の周りに配置した。この時点でも予備軍があれば、スペインの戦列を突破できたかもしれないが、デュポンには予備軍がなく、フランスの重隊は、スペイン砲兵の容赦ない砲撃で3度撃退された。 デュポンのスイス人連隊はここで、スペインに寝返った。そして、最後、カスターニョス軍が、ようやく到着して、バルブー軍を撃退、ラペーニャ軍が残された重砲を露覚して、フランス公衛への攻撃に取り掛かろうとした。これで19日の戦闘が終わった。ここで誰も予想しなかったスペイン造園が、南から現れ、フランス左翼に向けて攻軍した。その正体はデラ・クルーズ大佐だった。 7月16日の戦闘で山へ追い返されたデラ、クルーズはペニャスデルモラルで2000人を集結、山から降りて砲撃の音を頼りに戦場へ向かった。デュポン軍は味方から包囲されるという絶望的な状況に陥った。負傷した強行騎兵、テオドール・ジェリコを作、1814年正午近く、デュポン軍の攻撃が収まった頃、ビーデル軍は グアロマンからバイレンに向かい、寝ている兵隊を目撃した。ビーデルは寝ている軍がアンドハルから戻ってきた、デュポン軍前衛と考えていたが、その正体はレディング軍だった。両軍は戦闘を準備。フランス軍はラグランジュの強行機兵、カッサーニュ軍、デュフォア旅団を、スペイン軍はクピニー主団、アイルランド人大隊、大砲二門。 サンクリストバル修道院にいる連隊、民兵を準備した。さらに他の両団を中央に配置した。ここで、スペイン兵士二人が和平の旗を掲げ、デュボン軍が敗れて、停戦を提案したと宣言したが、フランス人たちは、お前の将軍に言え、我々にとってそんなことはどうでもいい。彼を攻撃するつもりであることを、と返答した。ビーデルは、 ブサールの隆起兵の支援を受けたカッサーニュ軍に小山の上にいるアイルランド人大隊の攻撃を命令した。カッサーニュ軍が攻撃している間、ブサール軍はその周りで暴れ、クッピニーの民兵隊の一部を撃退、小山を包囲した。大砲を失ったアイルランド人大隊は降伏、ビーデル軍が小山を占領して1500人の捕虜を得た。一方、ロシェ大佐は、 サンクリストバルを攻撃した。サンクリストバルの占領は、クピニー軍を撃退して、デュポン軍への道をこじ開けるためには、不可欠だった。しかしフランシスコ・ソレル率いるスペイン正規軍が、戦列をガンとして、維持、攻撃はすべて失敗した。デュポン軍がスペインに投降したことで、ナポレオン軍の腐敗伝説が破られた。カスターニョス軍が到着したことで、デュポンは和平を要求。 スペイン軍と数日間交渉した。交渉のことを知ると、ビーデルは撤退したが、スペインの指揮官が、ビーデル軍が投降しなければ、フランス軍を残殺すると脅したためデュポンは、ビーデル軍を呼び戻して降伏させた。自らの剣をカスターニオスに渡すとき、デュポンは将軍、あなた方は今日に誇りを持つがいい。なぜなら、二十回以上の海戦に挑んだ私が、 負けたのは、今回が初めだからだ。と話し、それに対しスペイン人は、誇りを持つべき理由は、私がそんな海戦に居合わせたことは一度も、なかったからだ。と応酬したという。バイレン君昭バイレンの戦いは、戦略的に重要でも、最も大規模でも、最も血生臭いわけでもなかったが、スペインでは神話に近いほど祭り上げられた。周辺部の戦場で、 経験不足のフランス軍が交渉を経て、降伏しただけの戦いだったが、その象徴的意味が現実を遥かに上回った。勝利の知らせが迷っていた、スペインのエリートたちを反乱支持に傾かせた。 フランス軍を武力を持って排除することが突如可能になったように見えた。この戦いはヨーロッパ中でも無敵と考えられていたフランス軍は実は倒せるかもしれないという希望をもたらしオーストリア帝国による第五次大仏大同盟結成につなげた。これは歴史的瞬間だった。その知らせがしわたたく間にスペイン、ついで全員ヨーロッパに広まった。 一定規模を持つフランス軍が武器を置いたことは1801年以降初めてであり、フランス無敵伝説が由来だ。反フランスの風潮がどこにでも盛り上がった。教皇はナポレオンを公然に非難、プロイセンの愛国者は元気づけられ、さらに最も重要なのはオーストリアの主戦派が皇帝、フランツのフランス帝国への挑戦の支持を確保したことだった。 このような象徴的、かつプロパガンダに活用できる戦闘を記念して、セビリア・フンタは、バイレン勲章を創設した。イギリスの新聞紙は、戦闘を熱心に宣伝、カスターニョスの勝利宣言は、ヨーロッパ中に広まった。この我が軍を遥かに上回る軍隊は倒され、総崩れになっただけではなく、武器を置くよう強いられ、砲兵を放棄して、軍事的に落ちぶれてしまった。 これらはすべてフランスがヨーロッパ諸国に押し付けていることだった。彼らの勝利を象徴する帝国の足は今やバイレンの戦場にいるスペインのアンダルシア軍の戦利品だ。シャビエル・デ・カスターニョス・アンドハル司令部1808年7月27日、チリ特立戦争におけるサンマルティンのアンデス軍による1818 18年のマイプーの戦いの記念碑。碑文は バイレンの勝利者に対する勝利者へ。この敗北はナポレオンに恥をかかせた。彼はデュポンの投降を個人的な侮辱と帝国の栄光をくじくのとして扱い、戦闘に関わった者に無慈悲な復讐をした。デュポンとビーデルがパリに戻ると、すぐさま軍法会議にかけられ、軍会と栄典を剥奪され、従上で監禁された。デュポンは、その後、フランス復興制で即位した。 ルイ18世により仮釈放されるまで囚われ続け、秘密裏に暗殺されたという噂が流れるほどであった。すべての指揮官はその責任の大きさにかかわらず、ナポレオンの復讐を逃れる者はいなかった。ナポレオンは、スペインにいたフランス軍は、将軍ではなく、郵便局員に指揮されていたとまで急断した。1809年1月、バリアドリットで、官兵指揮が行われたが、 ナポレオンは指揮官の中に、デュポン軍の参謀長を見つけるやすぐに、官兵式を中止して全軍が見てる中で、その不幸な参謀長を球団、広場から去らせた。フォア将軍によると、ナポレオンは、その長くて厳しい避難の初めに、何、将軍、あの悪名高い幸福文書を署名するとき、あなたの手は震えなかったのか、と質問したという。数年後、 ナポレオンは最高裁判所の要求でアンドゥハルで非公開の公聴会を開き、またもやデュポンを求断した。1812年5月1日の帝国法令ですべての指揮官が降伏を禁じられ、違反者は死刑に処された。マラガの憲法広場にあるレディング将軍の記念碑この戦いは、フランス軍に屈辱を与えたほか、愛前後して、フランス軍は第一次サラゴサ包囲戦。 バレンシアの戦い、エルブルークの戦い、サンタンデールなどで連戦連敗した。さらに、スペインが国を挙げて動員して、フランスと戦おうとしたため、フランス軍はパニックして混乱に陥った。2万もの軍勢が突如失われたことで、ナポレオンの占領軍が急に力を失った。サバリの助言でジョセフは、敵対的なマドリードから逃亡、ベシエールと、 モンセ声も合流した。彼らは、フランス軍をマドリードから北へ撤退させ、ブルゴスも越えて、全軍撤退の形となった。撤退は鉄壁な防御を確保できるエブロ、川北岸まで続いた。ビトリアの暫定司令部でジョセフは弟に、私はサイドスペイン人支持者は一人もいないことを、伝えます。全国が憤慨しており、戦うことを決意しています。と書き、 ナポレオンは激怒して、エブロ川とかは、スペイン脱出に等しいと言った。11月、ナポレオンは、フランス軍を率いて、ピレニエ山脈を越え、一連の戦闘で、スペイン軍に大打撃を与え、1ヶ月でマドリードを降伏させた。運命は、バイレンの勝利者に厳しかった。カスターニオスは1808年11月のトゥデラの戦いで、ランヌ元水に潰され、 レディングは1809年のバルスの戦いで落馬してフランス騎兵に殺された。スールト元水は翌年アンダルシアの大半を侵略して回り、1810年1月21日にバイレンの聖堂で帝国の足を打開した。このようにしてカディスのみがスペインに死守され、侵略者をスペインから追い出すのに長い歳月がかかった。カブレラ島デュポンと彼の三望たちは、 セビリア・フンタがフランス捕虜をカディス経由で送還されるという和訳の条項の履行を拒むとイギリス海軍の軍艦でロシュホールまで送られた。フランス捕虜はカディス港の監獄船で監禁された。彼らは超満員の戦場で不定期に食事を与えられた。1810年にカディス包囲戦が始まると混乱の中に捕虜たちはスペインの主営を殺して 怒りを切って、漂流して、逃げようとした。韓国船一隻は、脱出に成功したが、もう一隻は座礁して、砲撃を受けて、炎上、捕虜たちは、イギリス軍に捕まった。また大勢の兵士がカナリー諸島とバレアレス諸島に、移送され、住民たちは近くに敵が多数居住することに不満を、漏らした。そのため、捕虜たちは、無人島のカブレラ島に移された。 自軍の補給にすら苦心していたスペイン政府には捕虜の待遇改善ができず補給船が来なかった時には人肉食が行われていたことが噂された。1814年7月6日、バイレンの生還者の残りはフランスへ戻ったがその時には半分以上が死亡していた。多くの生還者は健康を害し回復することがなかった。バイレンの戦いは テルシオの後継だったスペインブルボン朝の正規軍の勝利であった。ナポレオンはこの正規軍をヨーロッパ最弱とや揄、スペイン非正規軍を修道士に引き入られる盗賊と呼吸を下ろした。カスターニョスも自軍の大半は経験不足だが、彼らはスペイン人であり、スペイン人は英雄であると認めた。そして実際、この弱い軍がフランス帝国軍を打ち負かしたのであった。 しかし、スペインの旧体制の軍隊は戦争の規模が大きくなるにつれ、その弱点を露呈させた。未経験者の徴兵と噴火の目的の矛盾に足を引っ張られたのだった。バイレンの戦いを再現する試みは、フランスの軍事占領と対反乱作戦を前に崩れ去った。新しく徴兵された兵士が大半を占める、スペイン軍は敵に直面しているとき、軍ができず、しかも、 多くが自らの武器の使い方すら知らなかった。ジには戦闘の前日にようやくマスケット銃を配給されることもあったという。スペイン軍の規律も良くなく、指揮官に従わず逃亡した者も多かったが、逃亡者は多くがフランス機兵の餌食となり、殺されたか捕虜にされた。アーサー・ウェルズリーは連合軍の指揮官としてスペイン軍の情熱を抑え、バイレン病を克服しようとした。 あの勝利は素晴らしくて、包囲の興軍が簡単すぎて、あのウェルズリーは後にバイレンをスペイン人の考え方から追い出すことに苦心した。彼は戦闘の前に必ず冗談としてこう言った。ここはバイレンではない。この戦闘をバイレンの戦いにしようとしないように、ありがとうございます。